さんこんにちは、ナタです。今回は無双オール3のキャラフレ動画やっていきたいと思います。早速ですが、この喋り方やめたいと思いますというわけで、今回触れていくキャラクターはこちらのキャラクターになります。じゃん。はい、無双オロチシリーズからダッキー触れていきたいと思います。戦界に住む美女で陽子の化身、性格は明るく残酷で、敵を虐げ完膚なきまでに叩き潰すことを好む。過去に滞在を受けたオロチを解き放ち、人間たちを混乱に陥れた、まあ、そんな人物となっています。オロチの力とカリスマ性に見入られた存在の一人であり、小回りの利かないオロチ軍を知略を用いて強固な存在としている。非常に狡猾であり残忍な性格の持ち主で、オロチを第一に、その次に自身の喜びを満たすことを優先して毎回暗躍している。まあ元ネタはですね、渓谷の美女と知られ、陰王朝末期にて中央をたぶらかし、董卓がよく口にする七肉林の地獄を作り上げたことで知られていますね。その正体は陽子とされているんやけど、オロチにおける彼女の正体そのものにはね、現段階では触れていない、そんな感じですね。前作では岩に封じられた九尾の狐の正体である玉物前が発した怨嗟を拾い上げていた唯一の人物であり、即死会話や陣地会話から何かしらの関係性が疑われている。現段階でね、このオロチシリーズで分かっている範囲っていうのはこんな感じになってますね。まあオロチシリーズにおいては初代から参戦しています。とにかくオロチ様に会いたい思いを爆発させて何度も蘇らせてしまう。とにかくオロチを眠らせない。今作ではですね、オロチからこぼれ落ちた両親を誘拐して、オロチからこぼれ落ちた両親っていうのはまあ四天王寺のことなんやけど、まあ、そっからですね、今作のラスボスであるオーディンと手を組んで、まあ、オロチの復活を試みたっていう感じですね。ちなみにダッキのサポート数値の合計が7になってるんやけど、これは全キャラ中最低の数値ですね。まあ、この辺もね、まあ、キャラクター的に、まあ、サポートするっていうキャラクターではなさそうなんでね、その辺が関連してるんやろうと思うんやけど、まあ、肝心のキャラ性能なんやけど、前作からですね、全体的に攻撃モーションの密度が修正されていて、まあ、ただね、攻撃範囲自体はね、そこまで変わりなくって感じですね。もう無双ラムに至ってはもう取り残されてるよね、完全にやばい、マジでやばい。ただね、今作の真実システムが導入されたことによってね、非常に強力な技も誕生しているっていうのが事実ですね。まあ、チャージ攻撃の主力技はなんといってもチャージ1、ダッキの神器はゴーマショなので、ゴーマショの通常真実とチャージ1を使うコンボ戦法が安定感抜群でめちゃんこ強い。もうこれでもかっていうぐらいね、チャージ1を連射していくっていう感じですね。まあ、初代オロチを思い出させるようなね、そんな感じの戦い方になりますね。なんせね、チャージ1がズバ抜けてますね。まあ、この主力技のチャージ1はですね、キャラ成長でね、獲得できる分身スキルを発動しやすくて、連続で武将に属性攻撃を当てられるので、タイマン自体が非常に強い。まあ、課題となるのは殲滅力って感じなんやけど、これもね、分身を利用するのと、あと属性装備次第で殲滅力も上がって非常に強力になります。ダッキのデフォルト神器ゴーマショの通常真術を使ってチャージ1を放つ、もう武将戦ですよね。もうタイマンの安定性が抜群にいいので、もうこれはダッキの超主力技確定ですね。ぶっちゃけもう武将戦はもうこれで十分って感じですね。基本このコンボでね、なんとかなるっていうキャラクターですね。そしてね、まあ、他のチャージ攻撃で言うならばチャージ3、まあ、このダッキの武器の要求が回転しながらね攻撃していく、まあ、これがね全方位攻撃になっていて範囲面で優秀ですね。そして要求自体にですね、全弾属性負荷ということで、火力は微妙やけど、でもまあ範囲面で優秀なんで、これは結構ね乱戦向きのチャージ攻撃になってますね。まあ、似たような感じでチャージ4も、まあ、これも全弾属性負荷ですね。まあ、ただこのチャージ4はね、結構ダッキ自身に動きがあるので、敵をねピンポイントで狙っていくっていう操作自体は結構難しいので、チャージ3に比べたらねそんな使わないかな。あとはチャージ5ですかね、これもですね全方位攻撃になっています。で、回転には全弾属性負荷ということで、これもねダッキのチャージ攻撃の中では高性能。あとのねチャージ2とチャージ6はぶっちゃけ使い道ないっすね。ほんとチャージ1だわ、マジで。チャージ1がマジで主力すぎる。タイマン用とか言ったね、チャージ1なんやけど、ダッキにねめちゃくちゃ相性がいい暴風属性、これをつけてればね、もはやほんまのほんまに
チャージ位置と通常真実でもう全てを賄えるむちゃくちゃな属性ですね。まあその暴風属性なんやけど、武将撃破時に竜巻が発生して周囲の敵を吸引する、そんな性能なんよね。武将撃破時やからもう対マンに強いモーションを持ってるキャラクターにはめちゃくちゃ相性がいいんよね。乱戦でのね殲滅力にやや欠けてるんで、まあ、その辺もね補えちゃうんすよね。なんかあんま使いたくないよね。ほんまにね、もうこれつけたら、ほんまに、もう武将戦も乱戦も、もう何もかも、チャージ位置と通常真実で済んでしまうっていう。まあ、ダッキーにおいては恐ろしい属性ですよね。ただ、この暴風属性、実はですね、まあ、アップデートでね、有料 DLC で追加されたチャレンジモードの暴風でのみ獲得できる属性となっているので、チャレンジモードね、DLC 購入している人は獲得可能やけど、持ってない人はね、獲得できないので、その辺はね、ちょっとほんと限定装備感がありますね。そしてね、無双乱舞ですよね。あんま言うことないんやけど、この無双乱舞に関しては、旧三国式のね、懐かしい形式の乱舞、性能はね、もうお察しの通りです。そして今作から導入された神術システムですね。ダッキの神器は中国神話のゴーマ書。これは後に DLC 追加神器で混合ゴーマ書ってやつも出ています。まあダッキの場合はね、もうずっと名前上がってたけど、もうデフォルト神器のゴーマ書ですね。もうこのダッキね、もう神器がね優秀なゴーマ書でほんま助かったって感じでね。そしてダッキの固有神術ですね、初段ガード不動で分身時に使えば火力が跳ね上がります。まあ乱舞が微妙すぎるんでね、まあダッキの範囲不足を考えると、もう自然とね乱舞じゃなくて固有神術の方を使っていく感じですね。まあ、乱戦は基本的にこの固有神術を多用していくスタイルとなってきますね。まあ、ダッキはチャージ位置と固有神術ですね、これだけですね。ダッキのねモーション上ね天部をつけたら怪物級に強くなるんだけど、はい、まあこれは余談です。まあ俺はねつけないですね、おもんないんで。はい、じゃあ暴風も外すよということでね、まあ、こんな感じですね。このダッキーのアクション動画に今から入っていくから、ぜひ最後まで見ていってちょうだい。お願いします。